愛知県在住10代杉浦花さんからいただきました。 AKB48 で十年桜、十日桜、ナブさん、コバコバさん、シンキチさん、アツシさん、クリッチさん、カナさん、クラキさん、タクマさん、GAYK さん、こんばんは。初見ありがとうございます。 NMB48 ことちゃんこと杉井のことねです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。とかごにまた会おう、この場所で待ってるよ。Twitter 連携してください。私の画面にある鳥さんのマーク、ツイッターのマークを押してみてください。皆さん連携されてますか？されてないと星を投げてもカウントされなくなっちゃうので、星を投げてください。ドミノの時なんて言ってるの？コトちゃんの一人で倒すもんだよ。酔っ払いながら星を投げるの。ありがとうございます。十日後にまた会おう、この場所で待ってるよ。限定でやめちゃいました。私の画面見てると壇上の右側にないですか？何で見てますか？エモン？十日後にまた会おう。続いてのリクエストは南波自治区在住20代ナッシーさんからいただきました。お金のリンゴ、この曲はですね、僕が山登りに行った時に本当にお腹が空いていて、買っていたおむすびまで全部食べちゃった時に、どうしてもあの木の上のリンゴが食べたいなって思ったのに、届かなくって頑張って届いて食べたよっていう話です。それでは聞いてください。 NMB48 で高嶺のリンゴ。ついでみをありがとうございます。ひらやかな目で左手
ツイートってとこ押すと、うん、あ、ツイートって押せるなら連携してるのかな。あ、画面が見えないな。あ、画面がバグってます。ところで20、え、待って、私さ、何時まで、21時半か、すいません、かわいい510かわいい、ありがとうございます。自分のアバターをクリックして鳥さんマークが出れば OK です。ありがとう。引き算苦手そうなんです。引き算苦手なんです。そしてミシは30分配信、そうです。でもさっき見れてない方は頑張ってください。あの、できる限りの週をお願いします。このルームは久しぶりに来ました。ありがとうございます。こんばんは、ことちゃんこと杉浦ことねです。ツイッターにて私がラジオの曲を募集してます。よかったらください。でもなかなかなくて、私ばっかのリクエストになっちゃうんですけど、ダン愛知県在住19歳、ことちゃんのことさんよりいただきました。ラブラドールレトリバー、私は猫派なのですが、ラブラドールレトリバーを見た時本当に怖いです。よくアウトレットとかで会うんですが、1メートル離れていても必ずもう一番端っこを歩いて道を歩くようにしています。本当に怖いです。あれって噛まないって分かっていても絶対に怖いですよね面白くないこの話ゴールデンレトリバーはパパやママより先にバグズに行ったらしいです。ラブラドール走って波を地際へ、水しぶき跳ねながら僕らを誘うよ、砂の上を追いかけ、あの日のようにサンダル脱ぎ捨てて、初めてのキスをしようか。今だこ自宅です。ことちゃんにゃーすにゃーす。今のは喋るもん、滑るもんです。今のはマイクの位置独特。そう、ここにあの iPhone のマイクぶっ刺してるので、ちょっとこうじゃなくて、あ、こうでもいけるか、こっちにしよう。リクエスト送ったけど読まれてない人はサイヤだったってことですか。あ、ないんですよね、あれが、あの曲がなくて、ちょっとあの曲がないんですよどうしたらいいんですかね、あれの関係で、機能の関係で読めなくて、あ、
結晶あったな、結晶っていいしよないんですよね。なのでちょっと数打てば当たるじゃないですけど、好きな曲何曲も送ってほしいです。1曲だとそれがなかったらもうそれを読めなくなっちゃうから、ちょっといっぱい書いてほしいです。たくさん来るのありがとうございます。一人何個でも大丈夫です。名前変えてもらっても構いません。あとみんなの送ってきた数的に多分足りなくなるので自分のもたくさん入れてます。なのでことちゃんのことが リクエストしたからって言ってみんなのも読まないわけじゃないです。リクリンさん、あなたはありがとうございます。結晶はあって、うん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 、しぶき跳ねながら誘うよ砂の上追いかけ、エピソード、いいですよ。エピソードは私が考えます。エピソードはいらないです。あ、リクエストソング、フォーチュンクッキー見てみます。ないですね、フォーチュンクッキー。すいません。あ、ルルのご飯出た。京都府出身30代ラフさんよりいただきました。決勝、僕は雪国出身で、あ、京都府か、あ、いや京都府に住んでるんですけど、ちっちゃい頃はシベリアに住んでいて、よく結晶ができていました。それを見るたび初恋のパラフ・ジョニ・マコフさんを思い出して、はぁ、初恋っていいなぁと思い出す日々です。それでは聞いてください、 NMB48 で結晶。フォーチュンクッキーソングと、なんでここの内臓に入ってないんですよね。どうしようかな。ルクリンさん、水色と紫と黄、うん、緑のだるま、ありがとうございます。誰だよそれ、誰だよそれって失礼ですよ。送ってくださった方の初恋の方です。誰だよとは言ってはいけません。で、愛の化粧をさ、長い時間かけながら、もっと好きになって形ができてゆく、意識しないまま思いやりが育まれ、寒そうな季節が来たって気にならない。うえいえい、うえいえい、うえいえい、ロシア人はシベリア鉄道乗ってるの？どうだろう。でも今は京都府在住なので、ちっちゃい頃に多分乗ってたんじゃないでしょうかね。
し50誰だよそれ、カニありがとうございます。決勝いいよね、いいですよね。カリンさん、黄色のだるまありがとうございます。多分大阪府在住、10代高政さんからいただきました。ポニーテールとシュシュ、通勤電車で急いでいる時にパーッと女性の方が向こうを向きました。その瞬間僕の目の中にその人の髪の毛が生えて、僕は目が痛くて50秒間目が開けられませんでした。そんな思い出の曲です。それでは聴いてください。 AKB48 でポニーテールとシュシュ。初めての星ないんですよね。夢逃げ？夢逃げあるな、多分。夢逃げってありますよね。音符ありがとうございます、あつしさん。
ってあるかな。タナさん、宝石ありがとうございます。すごい、つけます。消えてく、そう似てる、変わらずに、君は君で走るだけ、ここにいてる、いつまでもはしゃいでいる、想像のままで夢が逃げていたよ。夢逃げないのかい、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 夢逃げちゃった、夢逃げちゃうのかい、夢逃げないのかい、なな。夢逃げあると思ったらないんかい。すのせいへんのかい。国際宇宙ステーション在住30代ルルちゃんのことを一番愛してるさんよりいただきました。坂道 AKB さんのダイのことを一番愛してる、僕は小学生の時ハリネズミを飼っていました。毎日、ゲージに入れているのですが、ある日ご飯をあげようとゲージを開けた瞬間、この言葉を言われました。ダイのことを一番愛してる。あのツイッター、最新のツイッターです。あの配信中、今はもう25分になっちゃったんですけど、配信中にコメントかツイッターで募集してます。そう、私、そう2番目だって分かってるから知りたいの、そのハリネズミも。あなたは私のせいで独り占めするためには誰を殺せばいいの。それ結構人類全部じゃない、ハリネズミが一番になるのは。ね、13位はオータムさん、12位は姫様ジーデッサ、31位は夏の塩さん、10位はジャンドドゥーヤさん、9位はヒサオマルさん、8位はタクワンさん、だあーあーよよ、7位はカリーさん、6位チークはドーナツさん、5位佐藤さん、音程が
を読んでるうちに分からなくなった人。4位、ピッパポピロッポさん、ありがとうございます。3位、高政さん、ありがとうございます。2位、みやこブルーさん、ありがとうございます。1位、あばいぴさん、ありがとうございます。ことちゃんのは、自分に愛してるのか教えて、眼差しで聞いて、ハリネ、罪の箱閉じて逃げようとしてる。そうそう、親から初休み、星集め行ってきます。ありがとうございます。続いては20、これって23時15分からやった方がいいのか、 10分ぐらいからやって切れるまでやった方がいいのか、どう思いますか。多分ちょっと毎回短めに切ってるんですけど、わかりました。10分からします。よろしくお願いします。バイバーイ。ありがとう。